パウリトゥパック、ユパンキパウリトゥパックユパンキは、スペイン統治下における、インカの定位継承者として擁立された、傀来皇帝。父は11代皇帝はイナカパック。兄弟に12代はスカル、13代アタワルパ、14代トゥパックワルパ、15代マンコインカユパンキがいる。ただし一説によると、マンコインカユパンキは、兄弟ではなく、下級貴族出身とも言う。 クリストバル・パウリュ・トゥパックともパウリュ・インカとも言う。子はカルロス・パウリュ・インカ。マンコ・インカ・ユパンキが1536年に反逆すると彼の宮廷への参加要請を断り、クスコに止まる。フランシスコ・ピサロのヌエバ・カスティーリャに対抗し、ヌエバ・トレドを設立したディエゴ・であるマグロに擁立され、1537年7月に皇帝に即位。 政党皇帝がビル・カバンバに交代し、亡命政権、ビル・カバンバのインカ帝国を打ち立てた後もクスコに在住する唯一の皇帝の血筋であった。その後アルマグロ派がピサロ派に敗れると、ピサロ派に接近。ピサロ死後はアルマグロの息子に組みし、スペイン王室軍とピサロ派の連合軍にアルマグロ派が敗れると王党派に復帰するなど終始最大勢力への協力を続けた。 最終的には洗礼を受け止めるチョールカルロスインカを名乗った。1549年5月、サイリトゥパックとスペイン軍との講話を成立させ、これを迎えに行く途中に病死した。通常は皇帝歴代に含めない。ありがとうございます。